こんにちは、なおです。今回はスーパースネコカートというですね、今日発売の新しいゲームを手に入れたので早速遊んでいきたいと思います。まずですね、説明書を見ると、直接攻撃は禁止と。まあそれはそうですね、カートですからね。で、スタートする方法はまずはホオズキの実というのを食べてガソリンを入れると。入れましょう入れましょう。あ、ガソリン溜まりましたね。そしてガソリンが溜まったら、スネコスリの妖怪技を使うと。これでしか移動はできませんと。なるほど。さあ、早速、じゃあ使っていきましょう。よいしょ。あ、これですね。ほうほうほう。移動はこれだと。お、思ったよりスピード出ねえな、これ。お、大丈夫か、これ。疾走感とかゼロだぞ。大丈夫か。そして、ガソリンが切れたら、どうするって。え、直画でガソリンが補充できると。ってことは、こいつガソリンスタンドか。すいません、ガソリン満タンお願いします。お願いします。あ、もうちょっと満タンなんで、もう一発お願いします。もう一回お願いします。はい、満タンになりましたね。よし、ありがとうございます。さあ、このように給油しつつ進んでいくゲームのようですね。おお、またスタンドの店員さんいましたね。今度はでかいですね。大型のガソリンスタンドっていうところでしょうか。もう一発、満タンです。レギュラー満タンお願いします。すいません、もう、あ、まずい。これさっきの店の店員さんか。あ、怒ったのか。競合店来たから。まずい。そういうことか。さあ、もう一発。あーもう、あーし、満タン溜まった、4、5。ね、満タン溜まったらこんな危険なね、スタンドにはとても入れないので、さあさあ早速ね、あ、そしてまた今度ね、ここにも新しいスタンドの店員さんいましたので、きっちり給油していきましょう。もうね、カートというか、ただにガソリンスタンド巡りのゲームになっていますが、まあ、そこはね、ご了承ください。よし、溜まった。さあ行きましょう。このようにね、疾走感とは程遠いんですが、こうやって進んでいくゲームのようですね。なるほどなるほど。やっていくと意外と癖になりますね、これね。やはり山道のスタンドっていうのはこの料金が高いんですよね。よし、たまた。よし、行きましょう行きましょう。さあ、どんくらい来たんでしょうかね。もう半分ぐらい進んでるんでしょうか。あ、この人からもね、給油していきましょう。やはりね、ガソリンっていうのはいつも余裕を持ってね、入れておかないといけないので、本当にね、これ重要です。はい、はい、はい、連続給油が決まらない。連続給油を外して、いく、よし、たまった。ありがとうございました。いや、あの人はね、結構給油うまい方なんですけどね。あ、この2人にもね、給油入れしてもらいましょう。すいません、満タンお願いします。レギュラー満タンお願いします。私のこの給油テクニックはあまりうまくないので、スムーズにいかない。よし。よーし、オッケー。もうちょっとね、この給油テクニックが上手くなってくると、スムーズにいけると思うんですが、この人からももらいましょう。すいません、農民スタンドの方、お願いします。きっちりね、満タンまで入れていくっていうのがポイントですね。次のスタンドがね、どこにあるかわからないのでね、旅行するときと一緒ですよね。よし、たまった、行こう。さあ、早速ね、今ちょっとペース落ちてるんで、どんどん進んでいきましょう。ちょっと待って。来たか。よし。あ、すごいですね。ここら辺競合店が多いというか、めちゃめちゃスタンドの人多いですね。おそらく結構こう旅行行く時によくみんな通る場所なんでしょうね。もううちで入れてけ、うちで入れてけと、もう必死に。お、すごいですね。勧誘がすごい。一番安い店はどこなんでしょうか。この斧のところが安そうですね。なんかね、昔ながらのみたいな。さあ、どんどん進んでいきましょう。お、鬼のスタンドですか。鬼はね、結構給油うまいんですよ、ほら、やっぱり。霊気が違いますからね。鬼のスタンドは結構安心してこうやって入れれますね。うん。やはり人間よりも鬼の方がガソリンの給油もうまいといったところでしょうか。さあ、後半戦ですね、ここら辺からね。ここら辺からは、実はちょっとですね、テクニックが必要になります。おっと。まずは、貯めて、ここら辺まで移動します。ここら辺まで移動します。じゃあね、ここら辺で一回解きます。で、ここら辺で満タンまで入れたら、こっから、スネコカートでですね、一気にここを駆け上ります。そしてここに突っ込みます。そしてこいつらからまた給油をいただいて、その流れで一気に、このボスのところへ行って、鍵をもらいます。はい。で、こいつからまた給油をしっかりいただいて、どんどん進む。で、ここら辺で一回解きます。で、ここら辺でまたこのザコたちの給油をきっちり受けると。はい、はい、
このね、弱小スタンドの方々からもね、きっちりね、よいしょ、こうやってね、スタンド給油していかないとね、ここがですね、ギリギリで足りなくなるんですよね。こう山道ですからね。あ、天秘さん追ってきましたね。いや、追ってきてくれるのはね、いいんですよ。こう給油が簡単になりますからね。で、ここら辺でまた遠いって、ここで給油。はい、給油。はい、はい、早く早く。これはいけない。石はね、結構簡単に受けれるのでね、いい給油方法なんですけれども、さあ、ここで、来い、お前来い、どうした、よし、さすが弱小店、給油の仕方が下手ですね、こいつら。よし、行きましょう。さあ、今回のスネコカート、最終ステージは、クッじゃなくて、ゴズキですね。こいつを倒せば、このスーパーマリオカート、すべてクリアになります。倒し方は簡単です。スーパーマリオ、スーパースネコカートになって体当たりを繰り返せば OK です。それだけですね。それ以外の方法ではダメージ与えられないので注意してください。さあ、あとはこのように、この馬の店員さんからガソリンをいただきつつ、よいしょ、それをこう、あだで返していくと、そういったプレイスタイルになってます。さあ、そうこうしているうちに、もう半分切りましたね。さあさあさあ、馬の店員さん、もう瀕死です。さあ、最後に給油してもらって型をつけましょうか。よし、行こう。さあ、これで決めれるか、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 決まった。最後、そして給油ありがとうございました。よし、あー、なんとか、最初のステージクリアですね。今日ね、買ったばかりのこのスーパースネコカート、結構結構面白いですね。意外とね、白熱したバトル。今回ね、これ 50cc という名の侍の道なんですけれども、まあ、上にはね、さらに 100cc、150cc と、難しいステージもありますので、そちらもですね、そのうちチャレンジしてみたいなと思っております。はい、ということでですね、第1回スーパースネコカート、これにて終了にしたいと思います。最後にですね、ルールだけもう一度振り返ってみましょう。ルール1、スネコスリの妖怪技でしか基本移動はできません。ただし、まあ、少しですね、歩いて戻ったりは OK です。ルール2、揚力という名のガソリンはですね、基本的には直画で吸収していく形になります。敵をですね、直接攻撃とか術とか、そういったので攻撃するのは禁止にしていました。ルール3、スタート時点ですね、どうしても揚力が足りない状態からスタートしちゃうので、そこだけほおずきのみで、回復するのは OK にしてみました。こういったルールで今後ですね、スーパースネコカートやる場合は私は進めていこうかなと思っております。次回の予定はですね、まだちょっと未定にはなっているんですけども、まあ、ぜひ作れたらなと思っているので、気に入っていただいた方はぜひ次回もお楽しみにしていただければなと思います。それでは今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価ボタンもぜひよろしくお願いいたします。